みなさんこんにちは。いつもありがとね、かみちゃんです。はい、今日はね、手作りスクイーズ作っていきましょう。はい、ということで、もうすぐクリスマスですよね、クリスマス。なので、クリスマスツリーに飾れるオーナメントっていうのかな、を作っていこうと思います。ちょっとね、かみちゃんとこのツリーね、少ないんですよね、飾りが。なので、ちょっとね、増やしていこうかなと思います。最後まで見てね。はい、これは低反発のスポンジです。あのね、高反発って言って、初期用スポンジだと、切った時にすごい飛ぶんですよ。なので、かみちゃんはあまり好きではございません。なので、低反発にしました。で、これはですね、ニトリさんの枕の低反発なんですが、ちょっと黄みがかってるんですよね。なのでちょっと黄みがかった雪だるまを作ろうと思います。はい、まず小さい丸と大きい丸に切っていきますね。丸を描いてそれを切っていきます。大体だ。まあ多分これよりちっちゃくなると思います。これを丸型に切っていきます。丸型の切り方は他のね、腕玉のクイズを作った時の動画を見てみてくださいね。じゃあ切っていきます。じゃん、これ途中なんですが、ちょっとね大発見したので、まあもし知らない方いたらなと思って、私はじゃあこのカスもったいないので袋に取ってるんですね。なんですけど、いつもはもうねこのままシャ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 切って後で片寄せて中に入れてたんですけど、もう片付けもちょっとめんどくさいなと思ってなんでこの袋の中でこうちょくちょく切ってたんですよ、こうやって。そうしたらね、カスがこの袋のこの周りにね切ったらこうつくんですよね。こうポンって飛んで静電気ですごくないですか。こう散らばらないっていう、ほらもうここピタってくっつくんですよ、この周りに。こんな感じでちょっと光ってる、こんな感じでひっついてくれるので、袋の中、これ皆さん楽ですよ、こうしたら。それだけです。すいません。はい、じゃあ頑張ります。はい、こんな感じで切れました。こっちが頭で、こっちが体です。そしてこの接着面になるところは少し平らに切ってます。こっちもこっちも。で、これをピタッとくっつけます。まあ、切っていて思ったんですけど、この丸々なスポンジのまんまでこの形に切ってもいいかもしれないですね。こう別々にしなくてもよかったかなと思いました。SU さん、つけていきますね。離れるのが心配だなーって思う方は、こう中になんか爪楊枝とかでブスって刺してもいいかもしれないですね。私はまあこのまま止めていこうと思います。はい、着きました。ガタガタしてていいかなと思います。雪なので本当自然なものだから、あんまり綺麗にこうしなくてもガタガタぐらいが可愛いかなと思います。ちょっと頭大きかったかな。まあこれでやっていきますね。そしたら爪楊枝ですね。これじゃちょっと長いかな、少し切りましょうかね。そしてちょっとここが危ないのでヤスリで削ります。はい、できました。このアクリル絵の具で塗っていきます。筆やばいね、筆がやばい。そして乾かします。乾かしてる間にお花をくっつけます。ちょっと人参っぽくしようかな。先ほど切った切れ端で人参を切っていく、人参を切っていく、お花を切っていきます。人参っぽく、はい、切れました。じゃあこれもアクリル絵の具のオレンジで色を塗っていきます。今人参さんを乾かしてるので、ここに SU さんをくっつけて刺していきます。
はい、できました。アクリル絵の具の焦げ茶色で顔を描いていきます。そして鼻のところに人参をくっつけますね。 SU さんね、はい、できました。そしたらパステルの赤ですね、ちょっと汚いんですけど、このパステルの赤でほっぺたを描いていきます。というか化粧していきます。綿棒でポンポンします。スポンジにパステルで描くとすごい柔らかいイメージになるのでいいですよね。できたら針金をここに、あ、そうそう、 SU さんをつけて刺して、そしてここをくるくるっと巻きますね。ごめんね、行きます。なんていうのかな、何でもいい、ペンでもいいんですけど、それでくるくるっと巻きます。そしてここにリボンを通せば出来上がり。はい、できました。雪だるまさんのスクイーズの完成です。ちょっとぬいぐるみ風な感じですね。あえてコーティングはしておりません、なので音は鳴らないです。これを次にくくりつければ完成です。いかがでしょうか。かわいいですね、ジガジさん。この上にバケツとか乗せても可愛いと思います。また一緒に遊びましょう。バイバーイ。